皆さんこんにちは、みのりんです。今日はじゃん、100均の材料だけでマシュマロ風のクッションを作ってみました。すっごいふにふにしてるんです。枕としても使えますし、飾っていても可愛いので、ぜひぜひ皆さんも作ってみてください。それでは早速始めてみましょう。はい、ではまずこちらのフェルトを100均で買いました。と半分に切っちゃいます。折り目をつけて線に沿って切っていきます。そしたらここをグルーガンを使って塗りつけていきます。どうしようかな、じゃあこっちの方にグルーガンをつけていきます。くっついたかな。はい、こんな感じです。家中にある丸いものを集めて、この丸の大きさを測っていきます。これだとちょっと大きいんだよな、これだとちょっと小さすぎてちっちゃいよね。ちょっとなかなか合う大きさの丸がなかったので、段ボールでこれよりちょっと小さい丸を作っていきたいと思います。これぐらいの大きさっぽいので、さっき切ったもう半分の方を使って丸を2つ切っていきます。そしたらこれをこうやってここにくっつけていきたいと思います。切り込みを入れていきます。こうやって一通り切ってひだをいっぱい作ったので、これを折り曲げながらこうやって塗り付けていきたいと思います。はい、こんな感じでくっつけ終わりました。ここが一番多分難しいところですね。そしたらこの中に綿を入れていきたいと思います。よいしょ、形とかも考えながら入れないと変な形になっちゃうので気をつけてください。こんな感じでどうですかね。そしたらこっち側と同じように縦に切り込みを入れていきたいと思います。はい、こんな感じで一周回って切ったので、これをこうやって塗り付けていきたいと思います。あとは細かいところまでしっかりと塗り付けをしていきます。はい、こんな感じで細かいところもしっかりと塗り付けていきました。最後にちょっとここに顔を描いていこうかなと思います。黒いフェルトも買ってきたので顔の形に切っていきました。はい、こんな感じで、おっと、はい、こんな感じで顔の位置を決めたらグルガンで塗り付けていきたいと思います。小さいものを塗り付けるときは本当に皆さん気をつけてくださいね。はい、こんな感じで最初のマシュマロができました。では次のマシュマロを作っていきましょう。はい、ではこちらの3色のフェルトを100均で買いました。でこの3色を使ってこうひねって一緒になっているカラフルなマシュマロをちょっと作っていきたいと思います。でこちらをまずこれぐらいの大きさに細長く切っていきたいと思います。折ってこの線に沿って切っていきます。それでは同じ大きさにこの2つの色も切っていきたいと思います。はい、これで3色同じ幅に切りました。こうやってくるって丸めてグルーガンでここを留めていきます。はい、こんな感じで筒ができました。これをこの2つも同じようにしていきます。はい、これで3つ筒状にすることができました。ここの口を留めちゃいます。次はですね、この中に綿を入れていきたいと思います。すごい筒状だから入れづらいんですよね。よいしょ、菜箸使います。はい、こんな感じで全部中に綿を入れ終わりました。ここの先っぽを全部のりでくっつけちゃいます。でちょっと冷めるまで待ちます。いい感じに冷めたら全部ひっくり返してこんな感じですね。あとはこうやってひねって塗りつけていきます。こんな感じであればここら辺をまず塗りつけちゃいます。ギューってしながら10まで数えます。1、2、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、くっつけちゃいます。1、2、3で、これを繰り返しながら先っぽの方まで進んでいきます。ちょっと長すぎたので切っちゃいます。最後は中にこうやって折り込んで、こんな感じで留めていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたか？マシュマロ風のクッションすごく可愛いので、ぜひぜひ作ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。